はい、皆さんこんにちは、シュナタンです。はい、ということで今回私約3年ぶりに韓国旅行に行きます。イエーイ。もう本当に待ちに待ってました、この日を。結構コロナ前は海外旅行行ってたんですよ、よく。まあ、一番行ったのがその韓国で5回ぐらいかな行ってるんですけど、今回3年ぶりにまた韓国に旅行に行きます。ということで今日はその海外逃亡パッキングをしていきたいと思います。よかったら最後までお付き合いお願いします。ではレッツゴー。はい、ということで早速パッキングしていきたいと思います。今出発の3日前とかかななんですけど、もう気づいたら本当にもうあっという間にこの日が来てしまって、久しぶりの海外旅行なので前もって準備しておこうかなと思って今からやっていきたいなと思うんですけど、まずはやっぱお洋服かなから決めていきたいなって思うので、ちょっと一緒に決めていきましょう。まだ私何着ようかなって、まあ、ある程度考えてはいるんですけど、まだ確定できてないから、まずは韓国の天気を見ましょうね。でも多分そんな日本とね変わんないんですよね、韓国。私行くのが5678で行くんですけど、多分これ上がってる頃にはもう行ってると思う、か帰ってきてるかどっちかかな。そう、でも日本って今結構梅雨のシーズン入るかもみたいな感じで言われてるけど、韓国まだっていうか梅雨あるのか分かんないけど雨ではなかった気がする。でもなんかめっちゃ曇りだわめっちゃ曇りだけど、気温的には24度、最低が15度とか、一番低い日で最高21、最低14。だからまぁちょっと肌寒そうかも。一番難しい時かもしれないですね、これ。どうしようかな。まあ、で向こうでもね、今回ちょっとショッピングしたいなって思ってるから、お洋服もそうだけど。そんなに行っては行きたくないから、まぁ、今回この大きい方のキャリーバッグで行くんですけど、どうしようかな。いつも私は旅行の時に限らず、コーディネート決める時はやっぱピンタレストでちょっとアイディアっていうか得る探すことが多いんだけど、どうしよう。あんたシャツとかジャケットとか持ってくるかな。最近ねこのアディパンをゲットしたんです。今すごい流行っててアディダスのショートパンツが、これを使いたい。これにシャツとか可愛くないですか。あれにしよう。いいものがあります。シャツゾーンはここら辺なんですが、これ良くないですか。このストライプのシャツ、これならなんかさっきパンツネイビーだったんですけど、ちょっと青っぽいカラーとかも入ってるから合いそう。ちょっとこれを持っていきます。なんかこのシャツにちょっと中開けたりとかして、でこのパンツとか可愛い気がしますが、ちょっとスポーティーな感じで、あ、可愛いかも。でも中はなんか T シャツかなんか着た方がいいと思うから、一回着てみようか。どんな感じになるか分かんないから一回着てみよう。中はタンクだとちょっと寒いのかな。今ちょっと T シャツ着ちゃってるんですけど、こんな感じで、あ、可愛い可愛い。あ、いいんじゃない。こんな感じとかどうですか。良き。これでなんか前髪のオイルつけすぎとかも今日ちょっとベトベト。なんかこの T シャツにしようかな。このプリントも赤入ってるし、このシャツともパンツともまあ別に合う気がします。アクセはちょっとまた考えるとして、これで靴はローファーとかちょっと綺麗めで、あ、どうですかね。あ、可愛いんじゃない。良さそう。どうでしょう。こんな感じで。で、バッグどうしよっかな。まあ、ショルダーが楽っちゃ楽なんですけど、パスポートとかあるんで、やっぱちょっと大きめのものがいいんだよな、バッグ。どうしようかな。カメラとかもあるもんな。そう、今回も Vlog をせっかくだったら撮りたいなと思って。カメラとかもあるんで、これとかでもいいかな。まあこれぐらい大きければ安心っちゃ安心。これでいくか。これでいきましょう。1コーデ目、やっと1コーデ目できたよでもこっからはちょっとこのバッグとかシューズをまあ着回していけたらいいなって思うんで、決めやすいかも割と。2コーデ目はやっぱデニムかな。デニムさえ持っていれば着回しできるんで、デニムだったらパンツをちょっと選びに行きます。
ヤルンデニムパンツはこんな感じであるんですが、最近の私のお気に入りはやっぱこれかな。ダークパークのパンツなんだけど、すごい可愛い。これ結構もうワイドな感じでゆるっと着れるようなパンツです。色味とこのウエストのロープが気に入ってるんですよね。このデニムにシャツを着回そうかしら。これをちょっと肩に巻いたりとかして、ブルーとか。このトップスね、この前のポップアップ、大阪のポップアップがめちゃくちゃたくさんの方にお越しいただいて、2日間で多分250名以上の方が来てくださって、めちゃくちゃ大成功のポップアップでした。やっぱ大阪初めてだったから、来てくれてありがとうございますみたいな感じでみんな言ってくださったんですけど、いやこちらこそ来てくれてありがとうございますと思いながら、すごい盛り上がりました。来てくださった方本当にありがとうございます。その時にいただいたやつです、このトップス。これめっちゃ可愛くて透け感のある感じだから、中ちょっとなんか見えてもいいようなインナーブラとか着てたら可愛くないですか。でめっちゃいいかも。ちょっとこれも一回着てみたいと思います。あ、可愛いかも。このパンツのと結構大きめなんでめっちゃダボっとするんだけど、暑いかな。え、大丈夫ですよね。24度、むしろさっきのコーデがちょっと寒いくらいかな。そうだ、このネックレスもいただいたやつです。ハートのやつ、こんな感じで、あ、かわいいかわいい。これでまたローファーでも絶対かわいいですよね。うん、あ、いいんじゃない、こんな感じ。じゃじゃん、バッグ。お、これで問題ない。いいじゃん、かわいいじゃん。帽子とかかぶってもありですね。この帽子めっちゃかわいいんですよね。お気に入り。おかわです。あ、ちょっと写真撮っとく、忘れないように。さっきの写真撮るの忘れちゃったけど、いつもこうやって旅行の時はどんなコーディネートを組んだか忘れないように写真撮ります。よし、じゃあ今回3泊4日なので4日間分のコーディネートを組むんですけど、とりあえずこんな感じであと2コーデも組んでいきたいと思います。頑張ります。はい、ということでお洋服決まりました。無事に。よかった、決まって。なのでこちらを詰めていこうと思います。ちなみにお洋服はこういったバッグとかなんかお洋服とか買った時に入ってくるこの袋的なのに全部詰めていきます。ちなみにコーディネートは Vlog とかでまた紹介しようと思います。あ、そう、私あの今回の韓国、向こうにいる友達と会うみたいな感じで話してたと思うんですけど、前の動画で。なんか急遽この子が逆に日本に帰ってこなきゃいけなくなっちゃったらしくて、まさかの会えなくなりました。悲しすぎる、本当に会えなくなっちゃったので、もうガチで一人旅になりました。そうだからちょっとね不安もあります。まあ、でも楽しんできます。今回の韓国はショッピング目的というか、結構ショッピングをしたいなと思っていたので、まあ一人でも楽しめるかな。初のソロ旅行です。ソロ旅。よし、じゃあとりあえずお洋服集められたので下着類も入れていきます。これが下着が入ってるやつと、パジャマも一応持っていきます。ホテルに多分あるとは思うんですけど、なんかホテルのパジャマとかって結構ワンピース型とかが多いから、あんまり私ああいうの好きじゃなくて一応持っていきます。まあ結構コンパクトにできるので、まあかさばらないかなと思って、これも持っていきます。あとは靴は一つのものを履き回す。でバッグも一つのものを使い回すので、ここら辺は良くて、あとはまあ普通に泊まる時に持っていくようなスキンケアとか、まあいろいろですね。ちょっと一回メモに残そう。まず1から考えましょう。朝起きます。朝用の洗顔、そして、あ、私は今マウスピースをしているのでマウスピースの洗浄液、歯ブラシ、歯磨き粉、あとスキンケア、化粧水、美容液、乳液、クリーム。結構旅行の時は乾燥しがちなのでパックも持っていきます。クシでしょ。あとコンタクト、一応ワンデーと1マンス持っていきます。メイク道具は当日
に入れます。当日はまあメイクして、午後の朝めっちゃ早いんですけど、まあ、できたらメイクしていきたいので、メイク道具、あと私は目が悪いのでメガネ、ボディクリームか、まつげ美容液、ヘアオイル、ケアのやつとセットのやつ持っていこうかな。あとアイロンですね。アイロン、私この前大阪のポップアップに行った時にアイロン忘れてったんですよ、家に。朝使って出る感じだったので、もう入れよう入れようと思って用意してたんですけど、出て新幹線乗る手前ぐらいで、うわ私アイロン忘れたかもと思って、でもその時は運よくスタッフさんがいたので、スタッフさんみんな女性の方なんですけど、スタッフさんがいたのでスタッフさんに借りてなんとかできたんですけど、今回の旅行は一人なのでアイロン忘れたら終わっちゃう。だからアイロンは絶対に必要でしょ、忘れないように。でもこれも当日にならないと持っていけないから当日しっかり入れます。あとは何が入れた、なんかトラベルセットみたいなの作らないとな。いつもこういう細かいのとか忘れちゃいません？やっぱ旅行先でも普段と同じケアしたいなって思っちゃう派なので私は。あ、一応薬とかも持っていこうかな。そう、私今回のね旅行まさかの多分生理かぶるんですよ、最悪。だからまあ鎮痛剤、胃薬とかも一応持っていこうかな。あとサプリとかも持っていきます。とりあえずなんかまあケア系っていうかそんな感じでしょ。で、あとは充電器ですよね。充電器、パソコン持っていこうかな、どうしようかな、なんか悩んでるんですよ。今回の旅行4日間ぐらい行くので練習とかも考えずに行こうかな。でも結構ね YouTube やっててパソコンを置いていくってなかなか挑戦的なんですよどうしようかな、持っていくか、でも重たいんだよなパソコン。ちょっとそれは当日まで悩みます。あと SIM カード、パスポート、なんか予約確認証みたいな一応持ってた方がいいか。そのくらい、最悪お金と携帯とパスポートがあればまあなんとかはなるはずだからとりあえずこれで大丈夫か。大丈夫のはずです。今回ちょっとあのスキンケア類、なんかちっちゃいボトル売ってるじゃないですか、100均とかに。ああいうのに入れて詰め替えて持ってこうかなって思ってるんで、一回そういう小物系をちょっと今から買ってきます。一旦行ってきます。はい、ということで買ってきました。結構いろいろ買ってきちゃったやっぱダイソー楽しいですね、ほんと。まずじゃん、このポーチ、これ PVC 素材のやつで、化粧水だったりとか液体を持っていくのにすごいいいなと思って、でしかも中が見えるのもすごいいいなと思ってゲットしました。まあこれから旅行とかなんかちょっと出かける時とかにも使えそうだなと思ってこちらを買ってきました。次、じゃん、こちら何が入ってるか分かるようにこれにちょっと書いて貼っとうかなと思ってこちらも買ってきました。で、あとはもうほんとこういう詰め替えて使えるようなボトル、ミニボトルみたいなのもめっちゃ買ってきた。じゃじゃん、いっぱいあります。あとこれなんか無地のやつが見当たらなくて、ちっちゃいこうジップロックみたいなやつが欲しかったんですけど、ミッキーにしました。可愛いからいいかなと思って。これはまあなんか薬だったりとかサプリとかを持っていこうかなというふうに思います。で、あとこれ私ずっと今まで持ってなかったんだけど、ちょっとまあ心配なので一応買ってきました。スーツケースベルト、スーツケースの外側にこう開かないようにまたさらにベルトをするやつです。ベルトをするやつ、つけるやつです。で、あとシャンプーとトリートメント持っていきたいなと思って、ホテルに着いてるとは思うんですけど、ちょっとまあ私髪の毛も結構ブリーチしたりとかしてて、なんかまあ一応持っていこうかなと思って、初めてこれ買ってみたんだけど、ウルリスのウォーターコンクリペアヘアトリートメントとウォーターコンクリペアシャンプーやつを3つ買いました。3泊なので、こういう使い捨てできるやつがいいなと思ってこれを探してて、でもあんまり売ってなくて、私が行ったところもほぼこれぐらい、これだけとかほんとそのぐらいで、ちょっと買ってみました。これウルツヤってやつなんですけど、パサつきが気になる方とかにおすすめみたいな感じで書いてあって、最近なんかすごい髪の毛が乾燥しちゃうんですよね。だからこれちょうどいいなと思って買いました。じゃが3つと、あとまあ歯ブラシも一応ゲットしてます。この歯ブラシのセット、密封できるポーチみたいな、ケースってかさばるからこの袋みたいなタイプがいいなと思ってこちらを買いました。で、あとは胃薬胃薬もちょっとゲットしてます。韓国って脂っこいものとかも多いイメージなので、一応ね胃もたれしないように、私ほんとあの油が苦手で、特にお肉の油とかがすごい苦手なんですよ。持っていきますこれも。ということで、じゃあこちらに詰め替えて
行きたいと思います。あ、その前に書こうか、ここに何が必要だったっけ。朝用洗顔、やばい、今顔っていう字が一瞬わかんなくなった最近ほんと文字を書く習慣がなくて。あとは普通に洗顔もか、洗顔、化粧水。なんか美容液は私的に詰め替えしたくないなって思ったんですよ。なんか気分的に、ほんと気分的になんですけど、ちっちゃいので美容液って大体だから、美容液はまあそのまま持っていこうかなって思ってます。乳液、保湿クリーム、質ってどういう字あ、こうか、ヘアオイル。あとは私最近ヒップのケアを始めたんですよね。だからヒップの、ヒップローション、あとボディオイル。ボディオイルは、ボディオイルじゃないな、書いちゃった。え、なんか怖い、ボディオイルってなった、イとルが合体してボディオイルになっちゃった、怖い。ボディクリーム、とりあえずこのぐらいかな。これに貼っていきます。こんな感じのタイプのやつを買いました。なんか意外と私こういうのやるの初めてかも。あんまり今までこういうのやらずに、もうほんと普通に持ってってた、そのまま。でもやっぱ今回それこそ韓国じゃないですか。で、韓国ってやっぱどうしてもね、お土産とかが増えるかなと思って、なるべくちょっとでも減らしていきたいなと思ったんですよ。そう、なので詰め替えようと思って、なんかちょっと可愛く英語とかで書けばよかったまあでも日本人なので日本語の方がやっぱパッと分かりやすいんで、うん、ちょっと可愛くないですか、ちょっとちょっと可愛い。なんかお腹痛くなってきた。私本当にお腹弱いんですよね、昔からずっと弱くて。お腹、あ、ちなみにこの大きいのはボディクリームです。たくさん使いそうだなって思ったから。お腹弱いのって本当にいいことないんですよ。ちょっとでもお腹痛いと気分悪くなるじゃないですか。なんか気持ち悪いみたいなのも多くて嫌になっちゃう。いい感じ。あ、あとクリームがね、これです。クリームのケースがあって、これいいですよね、こういう感じのタイプ。こうやって手で取れるやつ。ほんとダイソー、マジ何でもある、神、すごいですよね。ほんと今のダイソー、オッケー。あ、でそうだ、こっちのサプリの方もいろいろあるので、それも書いていきます。ビタミンのサプリと、最近グルタチオンっていうなんか美白にいいみたいなサプリも飲んで、それも持っていきます。あとカリウムのサプリも、むくみ気になる時に飲む。よし、これで OK。 じゃあ詰め替え作業に移ります。ということで、いろいろ持ってきたので詰め替えていきたいと思います。じゃあまずクリームから。クリームはね、私このドクター J のクリームがすごい好きで、もうほとんどないです、ほとんどないんですけど、これを持っていきます。これでも韓国のやつだから、ワンちゃん向こうで買ってこようかな。え、どうなんだろう。でもなんか9点でも売ってるじゃないですか。全然なんか向こうで買うのと9点で買うのってどっちがお得なんだろう。やっぱ向こうで買った方が安いんですかね。9点って目代わりとかあるから、その時期に買っても安いのかな。ちょっと念のため多めに買っていきます。あ、もうほとんどないわ。こんな感じで OK。 お、飛んだ。続いて乳液。ちょっとこのシール剥がれそうだな。この素材にあんまりつかないのかも頑張ってくれ。乳液を入れていきます。乳液はアヌアの乳液。最近私アヌアのスキンケアすごい使ってるんですけど、結構いいです。どんぐらいいるんだろう。でも朝と夜使うから、よし、 OK。 続いて化粧水。化粧水もこのアヌア使ってます。化粧水はちょっと多めに持っていっとこうかしら。このぐらい結構満タン。朝用洗顔、朝用洗顔は安定にこちらのラゴムさんでございます。ラゴムの朝用洗顔がほんと好きで、ずっとリピしてます。で、洗顔、洗顔はシカのやつ使ってます。 VT のすごい細かいパッキング動画だな。今までにないほど細かいパッキング動画よし、 OK。 わ、なんかいいですね、揃ってきた。こんな感じでヘ
アオイルはこのアノブのやつを持っていこうと思います。ボディクリーム、ボディクリームはアイハーブで結構人気のやつで、こうなかなかゲットできないんですけど、の前入荷のお知らせが来たのでそこをゲットしたこのレチノール入りのクリームなんだけど、これ使い始めてからもうほんと肌がなんて言うんだろう、ツルツルっていうかめっちゃいい感じなんですよね、調子が。でもこのぐらいあったら3泊だったらいけるはず。もうちょっと持ってっとくか、でもちょっと不安、足りないよりね多い方がいいので、とりあえずこんな感じかな。買ったバッグに詰めていこうと思います。あ、でそうそう、パックなんですけど今回はこちらを持っていきます。ファミュのやつは友達がタンプルでくれたやつ、やっぱ飛行機とか乗るとすぐ乾燥やばいと思うんで、旅先とかではめっちゃいいと思います。であとこれポップアップの時にいただいたんですけど、ランコムのアドバンストバイオセルロースマスク、ランコムのこのアドバンストシリーズめっちゃ気になってて、そう嬉しい本当に、これをちょっと持っていこうと思います。パックもねこんな感じで入れられるのでこの大きさにしました。でここにもう詰めていっちゃいます。よし、こんな感じで入りました。わ、嬉しい、すごいコンパクトにできた、やったぜ。よし、じゃあ詰めていきます。まずさっきパッキングしたのセットと、あとその他のコンタクトのやつとか、あとまつげ美容液とかなんかそういうのが入ってるやつと、あとメガネですね。あとこれが生理用品、うん、でこれがあのサプリとかお薬とかが入ってるやつでしょ。これはちょっと細かいんでこっちに入れちゃいます。でこれが歯ブラシ、そのぐらい。あとはメイクポーチ入れて、あとはアイロン、ヘアアイロンとぐらいかな。片方で済みそうです。片方はねやっぱ開けときたいなと思って爆買いするのでこんな感じでパッキングは終わりましたでしょうかね。一応バッグも持っていこうか、お土産が入らない時のためにこちらのバッグも持っていきます。ベルトで締める。よし、 OK。 ということで手荷物の方ももう入れておこうと思います。あの大事なやつとかはまずパスポートですね、これがないともう始まらないので。で私はついにやっとじゃじゃん、赤色のパスポートをゲットいたしました。こう私の2月にもうあの期限が切れちゃって、5年のやつが、私が多分18の時かな期限切れちゃったので、その前に更新をしました、ちゃんと。でその次に大事と言っても過言ではないこちらの SIM カードですね。これはもうあの韓国で携帯を使えるようにするためのカードです。これも必須。これはね確か5日間だったかなかなんかのやつ、これを携帯のこのところここに差し替えて使うと韓国でもこれが使えるようになる。 Wi-Fi いらないので荷物が減ってめちゃくちゃいいんですよ。私はもうずっと海外旅行行くときは SIM カード派です。この紙に説明書いてあるのでこれも持っていきます。でこれはね確か Amazon で買ったかな、私 SIM カードケースみたいな感じなんだけど、これもあると抜いたやつをねなくさなくて便利なのでこれも持っていく。であと韓国行った時に T マネーってやつを買ったんですよ、 Suica みたいな感じのやつなんですけど、これまだ使えるんかなちょっとわかんないけど一応持っていきます。多分使えると思うんだよな。韓国のお金を入れる用のお財布もちょっと持っていこうと思う。そして韓国のお金が多分まだちょっとだけ余ってるんだよな。あ、なんか T マネー2つあったあ、違ったかも、ドルだった。韓国のお金はないのか、これは中国とタイかな。韓国はなさそうです。いつもどんぐらい両替してたかな、ほとんどクレカでいけるのでカードで払おうと思うので、現金どんぐらい買えたっけな、どうだったっけ、忘れちゃったな。1万円ぐらいかな、1万2万ぐらい多分換金して、とりあえずそれは当日決めます。韓国用のお財布入れて、あとここにパスポートとか全部入れて、あとこれが変換プラグです。多分いらないと思うけど一応念のため持っていきます。であとはまあモバイルバッテリーとかかな、モバイルバッテリーは預けれないので荷物で持っていきますぐらいかしら。
はい、ということでこんな感じで準備 OK。 こんだけ用意したら大丈夫でしょ、多分。私は結構心配性なので、でさらに今回は一人っていう心細いので、初めてだからさ、やっぱ一人で海外旅行行くのちょっと心細いので、ちゃんと準備していこうと思って、多分過去一ちゃんとしたパッキングになったと思う。でも過去の経験とかを生かしていい感じに荷物用意できたかなと思うので、楽しんでいきたいと思います。でも楽しみ、やっぱりほんと3年ぶりの海外だし、 Vlog ももちろん撮ろうと思っているので、またそれもお楽しみに。多分購入品の紹介とかもすると思う。今回の韓国はどんな旅になるのか、ワクワクです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。